アベノハルカス行ってきたので、はい、そこで買ったケーキを2人で食べましょう、はい、でその前に皆さんに報告があります。お茶飲み、今まではプニュースプニュースっていう、YouTube で上げてた名前なんですけど、プーニーズに変わりました。はい、変えます。プニュースは、他にもあるので、商品名なんとかに引っかかる、引っかかりますのでないブーニーズにします。はい、ブーニーズはありません。ブーニーズって何、はい、なのでブーニーズ2人のブーブーがやるからブーニーズです。イエーイ、コンコン、イエーイ。では、買ってきたケーキを持ってきてください。ケーキとりあえずお茶飲む、お茶よりさっきお茶飲みたい。はい、これは UFO キャッチャーで撮った、ミッキーの熱っあれです。何ストップ垂れてきた。ミッキーなのに、ミッキーのお水じゃなくて、お水やってきたな。お水飲むのもいやー、お茶水じゃなくて、お茶水って何よ。何やったこれ、何て言うんだっけ。もうなんかこれです。とりあえず乾杯。はい、乾杯。なんでさっきこれ飲むの。ケーキでしょ。ちょっと口をちょっと潤おうか。あ、美味しい。これ美味しいよね、このお茶。しぼくて、うん、ケーキ取ってきます。なんか喋っといて。はい、今日はアベノハルカスにできたんですけど、今日は第1弾でケーキです。他にも買い物してきたんで、第2弾第3弾で上げていきたいと思います。え、食べた。食べるわけないですよね、ケーキ一人で。ないねんけど。あります、そこに。じゃんじゃじゃん、すごいストロベリーのすごい美味しいケーキなんですけど、美味しそうなケーキなんですけど、どういう向きで置くの。こっち見える方、こっち見えない方をこっちします。じゃんじゃじゃん。どこのやつ、どこですかこれ。知りません、名前。奥でいい、うん、どこちらっと見せます。こんな、あ、ちゃうわ。こんな感じです。でもっと下にした。どっちの、いちごトルテです。なんかどこ書いてあるんちゃう、店。どこの会社、それはどうでもいいです。書いてあるやん、ここに英語で。読んで？読めへん。目悪いから見えへんの。なんか書いてあるやんか、もう嫌や、めんどくさい。これちゃん、ケーニヒールクローネ、これちゃんば、これ、製造者や。そうやろ？製造者でいいやろ。ケーニス。オートアイランド？ケーニヒス。神戸やん、これ。神戸のケーキ。もうってもう。もう神戸のお店。美味しそうな、本当にもうすごい高価なケーキです。なんでね、あの家の中で帽子かぶってるのか分かりませんけど、全然とってもいいねんで。取ってください。取ったのか。イエイ。うわ、すごい。すごいけど食べれる？じゃんじゃじゃーん。出し方が違う。ほら見てください、美味しそうなケーキ。イエーイ、すごい、もうほんまにすごい。よだれ出てきます。めっちゃいちごのいい匂い。いい匂いしますね。伝わりますか。これ何ができても何の生地届けん匂い。絶対届かへん。あー、手で触ってる。手で触るよ、何で触るの。足嫌やな。いちごの匂いすごく。何できてるん。いやいやよりでも困るんです。これ外さないと食べれないのでね。さっき食べてる。ダメです。外してからです。外せる？外せます。見える？見えます。もうめんどくさくなっていいだから頑張っていく。もうあかんって。もう貸してよ。B 型やろ。もう大型やで、大型やらしていいの？だからやってるんです。
ここピッて言ったらいいやん、もう開けて。いや、ぐちゃってなってる。いや、もう最悪やん。はい、はい、睨みました。1回。3回睨んだら100円です。じゃあ食べんでいいんで。はい。取れたね。はい。うわぁ、美味しそう。クリスマスの。クリスマスちゃいます。がやってくる。楽しいこと。いいね、これ食べて。美味しそう。それ食べられへんねん、残念の。はい、2回目、睨んだ2回目。あと1回で100円です。貯金箱でね。じゃあこれ食べてるな、一人で。はい、いただきます。いただきマンボウ。中身がでも見てみてほしいかも。どんなになってるかっていうと、まだやんか。なんでなんで切ってもないのに、そんな急に。これをこうして。ああ、もう何してんの？言います？汚い断面です。汚い断面、ほんまや。ここ映ったらいいの。え、何さっき食べんの？うわあ！めちゃくちゃ美味しい。こんな感じで寝るかな。なんか中に何？いちごのクリームが入ってるのかな、うん、ゼリーとかクリームとか。ゼリーは上に乗っとるやつだね。ムース？ムース？なあ、ポロポロ落としすぎ。あ、酸化にらんだよね。にらんでないで、落としすぎって言っただけ。ちょっと言った？言ってない。してない。もうなんか、いや、団子みたいになってるやん。せっかくのこんな美味しそうなケーキ団子になってる。こんな見せられへん。なんかもうダメダメ。ぼかし入れなかん。あかんって、ぼかし入れなかん。絶対ぼかしやわ、こんなん。本当に美味しい。動画撮れてる？うん。ほんまに？ほんまに。見てて。嫌だ。うん、撮れてる。無やりの好きかへんね。うん。めっちゃ美味しい。もうほんま。これチョコレートちゃんした。ん？これ。違うかも。チョコレートだって。そうやん。これチョコレートだって。ほら。うま。うまやん。うん。え、おいしいクッキー。トルテやからな。ケーキのね。トルテやから。こういう風になってました。下。おいしい。そう。ね。実家帰るときね、電車乗った言った違う思ったんやん、うん、で、そんな混んでなかったんよ、電車、うん、じゃあでも、扉付近におったんよね、僕、うんうん、壁寄りやけどちょっと携帯触っとって、うん、立っててじゃあね、なんかどこやったかな降りる、僕降りるね、うん、だから扉開いてん、知っとんねでもさ、混んでたら邪魔かなと思うけど混んでないのにさ、うん邪魔じゃないやんと思ったのになんかわざわざさおっさんがさ、うん、ぶつかってきたくってなんなんこいつと思ってそういう時ははんと思ってぶつからないでねって言ったりさすが大阪って言うんじゃそんな大阪人やからっていうのやめてくださいはいでもそんなにわざわざぶつかってくるっていうのはあるあるよなんで迷惑通しいと思うとぶつかんねん価値悪いな、うん、あとさ、トゥルの話やったっけなそう土曜日かな土曜日どこ行ったっけあ土曜日どこ行ったっけ天神橋あ、そう、天神橋のさ、うん、商店街歩いたやん、
あの時さ、ぶつかってないけどさ、うん、おじさん前から歩いてきてさ、うん、端っこ寄らんかいみたいなボツボツ言いながら正面に来てて、うん、おったおった。僕とすれ違ってた、僕すれ違ったけど反対向こう側におってん、おじさんがめっちゃブツブツっとると思ってた、なんかそんなこと言ってた、うん、もういいやん、ブツブツだけやから大きい声で言われへん言わへんやろな。なんかね、やっぱなんもない、なんもないの、おいしい。じゃあ僕みたいなさ、そういう面白いエピソード、ね、面白いっていうか腹立つエピソードがあって、うん、前の日に天神橋、うん、商店街行くのに、うん、なんか昼ぐらいまで寝とって夕方ぐらいまで、誰が一緒に二人、僕寝てないで、あんたも寝とったよ途中から、寝てない、ほんならさ急にさ怒り始めてさ今日はどこも行かへんねやって言ってさでさ、しゃあないから天神橋のさ連れて行ってあげたのにさ、それでもさ九はもう全然どっかも行けてないって言って、行ってるやんと思ってさ、ね、感謝の気持ちとかないのって言ったら、え、もう今はあるけど九は全然面白くないわとかって言い出してさ、でまあな、その日は、まあ、ほんまに昼ぐらい夕方ぐらいまで寝てたし、ほんまに寝すぎ。しゃあないから、うん、次の日にアベノハルカス連れて行ってあげようと思って、うん、サプライズして連れてきたら、うん、うん、ふんって言うだけ、アベノハルカスに行くねんでって言ったら、うん、え、喜んでへんのって、え、そんなん言ってんの、えーって言っただけ、えーって言ってへんで、え、ふん、うん、全然喜んでへんやんと思ってさ、うん、あんだけ前の日言うたからさ、連れてきたのにと思って、うん、ちょっとやめてそれ食べんの。で腹立った、で味変なんてありません、マヨネーズかける、チョコソース、いらん、絶対いらん、美味しいけど、かけたら美味しいんだ、これはもうこれやから美味しいね、もうやめてって、いちご食べんの。いちごがメインやねんか、いちご食べんのやめて。コーンジタブっていう、僕いちご食べる担当する。いやいや。いや、下のクッキー食べる。うん、そうし。あとないかな、でもその2つぐらいか、でもその電車の人思いづらかった。うん、何で作る意味があんの、いちご残してるで。いらんの、残してへん、後で食べんの、そんなん、ほんまに、うん、電車の人、クソジジイ、そんな言わないの。なんやねん、マジでと思う、そんなど真ん中におったら、なんで今になって思い出すの、あかんのあかんのじゃなくて、うん、今に思い出すことないやん、別に、ずっとためなあとで、え、ずっとためなあとで、うん、だから動画のために喋ろうと思って置いてて面白いから、そんなさ、うん、人がムカついた話とか置いとってあかんね、ムカついてんの面白かった話。あとさ、大阪ってすごいよな、みんな、ね、ぶつかるんとあんなスピードで歩いてもううわ、落とした、最悪、片付けて、あ、いちご転がった、あげる、いちご違う、全部ひど、なんで、あげるって言ったのにひどいってどういうこと、あげるって言ったのにひどいって言う、どういうことって聞いてるやろ、なあ、うん、あげるって言ってひどいっていうのおかしいじゃない、まあ
だってここにも残ってるんだもん。あとこんなあるよ。こんな宇宙上半分食べるな。あかん。半分ずつ。はいほ。はい。切れてないやん。切れてるやん。あ、倒れる。倒れる。こんなさ、自分でも倒れるんで。いいね、別倒すの。あ、あ、かわいそう。いただきます。最後です。最後の一口。一かけら。一かけらって言わない。一切れ。うるさいな。何した今。何した。分からんかった。どうやった。何？いや何したんで。な。ビッビッビッってやって今何したの？落ちそうやったから先落として。うん違うやん。そんなんちゃうかった。もっとピッピッってやった。お腹いっぱい。ピンクの壁。なや。倒れへん。超人出てくるのじゃ向こうから。何の話？え知らんの？超人。何食べようそれ僕のやつ。あんちごわかん。やめてもう。食べ物で朝の怒られる。ほんまやな。ごめんなさい。おいしい。なかなか倒れへん。おいしかったです。はい。では出会わせましょう。もうごめん。下クッキーいらん。じゃあ一緒に一口食べよ。はい、さあの。何でクッキーやんか。いらん。うん、うん、食べなさい。いらんて。おいしそうや。太るわ。太ってる。さあの。一口だけ、一口でゲロ。何一口でゲロって。って聞いただけ。まあ一口でゲロって言ったやろ。ゲロなんか言ってない。言ったな、ちゃんといて。なんかこれ入れ歯みたい。なんかこれ入れ歯みたい。みたいじゃない。もう大丈夫。もう大丈夫や。ほら。ちょっと口開くの。ちょっとさ、わかりやすく線入れたやつ。ほら。だってさ、歯ないやん。歯ないやん。言うと全部ピンクやん。違うんだから、入れ歯の歯茎だって。でかすぎ。歯つけてあげよう。
怒られるで遊ぶなって。もういや。ちゃんとしてちゃんと食べような。あと日本しか入ってない。うん、お年寄りやもん。もうなんかしつけへんからやめよう。いやー落ちた。これでも笑わへんな。見て歯ぐきの割れちゃうの。まや血出てる。そのろや。うん、双子も食べてる。みんな言わんといて面白すぎる。禁止ください。双子とか言わんといて。そんな入れ歯じゃないんやから。下側、下顎。美味しかったです。下唇。下唇入れて。バイバイ。はい、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。笑いすぎ。何？ティッシュ持っちゃったけど。なんで？え、見栄え悪いでしょ。じゃあ次回は雪だるまを買ってきたので、ちっちゃい雪だるまを買ってきたので、それをみんなに紹介したいと思います。雪だるま、ちょっとせーの、バイバイ。何を。